これは僕がまだ幼い頃の話です。当時父の経営する会社が忙しくなり、家を留守にすることが多く、母が僕を近所に住む友人の由美さんの家に預ける時期がありました。由美さんは近所でも評判の美人で、由美さんは初めて恋をした大人の女性というか、魅力的な容姿と優しい人柄、そして何より由美さんのふくよかな胸の膨らみや大きなお尻を見てしまっていました。承知したわよ、来るから。ケンヨシ君は？ん？あ、ケンキチね。ケンキチ、うん、まだ帰ってきてね。あ、学校なのね。もうそろそろだと思うんだけどね。クラブ活動とかしてるのかしら。うん、遊んでるんじゃない。あ、そうなの。どこで遊んでるの。どこだろう。多分公園だと思う。そう、もう、もううちの公園なんてゲームばっかりしてるのよ。そうなの。でも宿題やったって聞いてたけど、もう終わったの。うん、もう終わったよ。あ、本当。そうなの。そう、ゲーム好きなんだ。もういつも家でもゲームばっかりしてるのよ。ねえ、ユンキチは全然しないの。ゲームとか、外で遊ぶのが好きみたい。買ってあげてるの。もう欲しいって言わないのよね。そう、偉いわね。そう。なんかごめんなさいね、急になんか、急に私の主人の会社が忙しくなっちゃってさ。いいじゃない、忙しいなら。それにうちの健吉も浩平くんがいると喜ぶから。ほんとありがとう。もう由美がいてくれてほんと助かったわ。そうねえ、ほんと近所にいてくれるだけでもほんとありがたいわ。浩平くんも慣れてきたから、おばちゃんち居心地いいでしょ。おばさんの作るご飯もおいしいんだよ。何よ、あんたうちが不満みたいじゃないのよ。浩平くんはたくさん食べてくれるから、おばさん作りがいがあるわ。うん。そういえば高弘さんが亡くなってもう5年。そうね。でも妙子さんがそばにいてくれたから私も随分支えられたのよ。何かあれば私にも遠慮なく言ってね。うん、ありがとう。ただいま。あら、おかえり元吉。こんにちは。こんにちは。よ。健吉、手洗って浩平くんとお部屋で遊んだら。うん、来い。うん、じゃあ、ママ。あんまり騒がないでよ。はい。もう生意気なんだから。そう、浩平くんうちではすっごいいい子よ。あら、ほんと。うん。あ、ねえ、それよりさ、聞いた？え、隣の小学校ね、聞いたわよ。信者がいたんでしょ。怖いわよね。なんか拳銃持ってたとか。そうね、持ってた。大丈夫かしら。もうなんかね、ちょっと誰にもついていっちゃうのよ。そうなの、浩平くん。どうぞ。できた。はい。
ありがとうございます。吉もくちょくわよ、はい、ありがとう。クッキーも食べてね。あどうぞ。ママは？あ、帰ったわよ。お父さんから電話があって。ほんと忙しいわね。そっか。うん、あ、これいただきます。うん、食べて。うん、どうぞ。何やってたの？日経水弱。ほら、どんな。へぇー。おばさんもやろうよ。あ、いい？うん。じゃあおばさんも入っちゃおうかな。うん。いいよ。やって。じゃあおばさんから。うん。うん、じゃあこれとこれ。あ、戻せるね。次は？うん。僕。これと。うわ。ほら。すごーい。イエーイ。すごいな。これ取るんだよ。はい、うん、これは誰？あ、それ僕。当てたら取らないと。あ、そうなんです、うん、これ あれどっかで見つけた、うん、やった。え、じゃあこれ戻して、うん、次はやった吉これと、うん、これ絶対これだ。見て、あれ、この辺りだったよね、確か。戻す。おばさんの。じゃあ、おばさん当てちゃおうかな。うん、あ、すごい記憶力のまま。すごいでしょう。すごいな。次は、うん、あら、出てないね。うん。頑張って。遠く行ってみようかな。じゃあ、遠く行ってみようかな。うん、これかな。あら、なんださん、あ、惜しいね。惜しいね、うん、はい、次こうへいく。なんださん、うん、確かね、なんださん、この辺にあったりします。あ、あ、うわー、ちくしょ。どっちだったっけ。この辺り、この辺り、この辺り、こっちが あ, あら、惜しい。やった。なんかお尻痛くなってきちゃった。ちょっとママ、そっちにするかな。これと、お、ここだな、ここ、これ、これだな、絶対これだ。こら、やった。すごーい。やったやった。お、すごいわね。うん、だ、こんな感じ。まだいっぱいあるわよ。うん、ね、これと、お、これかな。うん、あーねー、うん、次おばさんだよ。じゃあね、おばさんは、うん、じゃあこれ、お、あ、うん、十どっかでいた。出たんじゃない、これじゃない、まだあった。あ、うん、じゃあ、ね、あ、こっち行ってみよう、うん、こっち行ってみようかな。お、あ、うわっ。すごい、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 うん、すごいね。もうこの中で、うん、すごいでしょう、うん、この辺いいかな。これ、あ、あれ、これも出たよ、これ、うん、あー、惜しい、うん、覚えた、うん、ちゃんと見てる、うん、見てるよ。こういくね、この辺、あれ、うん、これ、おばさんこれ引いたのに。うん、意外と難しいね。うん、あ、次は、あ、これはちょっと知らない。あ、あ、そう、なんか見たさ。うん、おばさんの番だよ。じゃあね、うん、おばさんはここかな。出てないね。うん。ああ。ちょっ
はい、次、浩平くん。浩平くん、次、浩平くんの番だよ。あ、悪い悪い。これどう、うん、早く早く、見てる、これどれがいいと思う。それは言っちゃダメでしょ。小江くん、次小江くんだよ。小江くんの番よ。もう僕の番。そうだよ、僕終わったよ。見てた？うん、見てたよ、うん、ほら、早くやんで。あ、うん、残念。あ、じゃあ次僕だね、うん、うん、これと、これねえ、ケンキチ。ん？ママのさ、腕時計知らない？知らない。あの、ゴールドのやつ。うん、知らないよ。ほんと？次、ほら、コーヒーくるば。うん。